あなたは火星への植民が現実的だと思いますか？それともあの有名な億万長者が冒険心をアピールするための PR だと思いますか？もしかしたら調べる必要があるのは火星ではなく別の惑星やその衛星なのかもしれませんね。皆さんこんにちは。生物の存在に適した場所を太陽系の地球型岩石惑星に探し、選択肢がなくなった時、遅かれ早かれたどり着くのは木星型惑星です。海王星の探査は最後になるでしょう。なぜなら太陽から一番遠くにある惑星ですから。だけどもしかしたら、だからこそ海王星はもっと注意深く検討する値があるのではないでしょうか。太陽がいつかたとえ50億年後であれ赤色巨星になって地球を炎で炙り、あるいは丸ごと飲み込んでしまうのならなおさらです。快適な新居を探すためこの巨大なグリルを離れ、なるべく遠くへ飛んでいく価値はあるでしょう。皆さん、こちらはトップランキングです。海王星地方でご一緒に生物が生存するのに適した環境を探してみましょう。海王星。海王星は太陽系の第8惑星で、基地の惑星の中で最も太陽から離れています。太陽からこの星まではとても遠く、約45億キロメートルです。植民先として語るなら、当然、一体どうしてと意図を疑うでしょう。大気は水素とヘリウムからなり、そこでは風速毎秒400メートルのとても冷たい風が吹いていますが、その下にあるのは摂氏2000度以上の液体になった灼熱のマントルです。ある説によれば、海王星の表面には液体炭素の海が広がり、そこはダイヤモンドが浮かんでいます。この瞬間な世界で何らかの生物が生き残れるとしたら、SF 映画の中だけの奇跡と言ってもいいでしょう。海王星で生きることは想定されるような状況において、極めて非現実的であり、もっと快適な場所を探した方が良いということになります。ましてや、そんな世界が海王星のすぐ近くに存在するのですから。それは海王星の衛星、トリトンです。トリトンと海王星のラブストーリー。トリトンは逆行軌道を公転します。つまり海王星の自転の向きと反対の方向へ動いています。これは現代の知見によれば、惑星と衛星がそれぞれ宇宙の別の場所で誕生したという証拠です。おそらくトリトンはカイパーベルトで生まれ、後に欲張りな海王星に捕獲されたのでしょう。この出来事について研究者たちにはいろいろな見解があります。そのうちの一つによれば、それは熱いロマンスでした。トリトンは猛スピードで飛行中、海王星の別の衛星にぶつかり、でも速度を緩めることなく、このガス惑星の虜になったのです。二つ目はお別れのバージョンです。海王星は共通重心を公転しているペアになった天体を捉えました。トリトンはスーッと軌道へ引きつけられました。ところがトリトンの双子の兄弟は宇宙空間へ投げ出されたのです。どうあれこうあれ、そのことがあって、私たちの遠い未来の引っ越し先にもう一つの選択肢が増えました。もちろん期待しすぎない方がいいでしょう。それというのもトリトンは、海王星から信じられないくらい近い場所に、地球と月の間よりも近い場所にあるからです。研究者たちの予測によれば、36億年後、この近さゆえに衛星は消滅の運命にあるでしょう。トリトンは海王星に落下するか、あるいは重力で引き裂かれ、このガス惑星を取り巻くもう一つの輪になることでしょう。けれどもそれは先の話。だからこの冷たい世界に生命の兆しをできるだけ早いうちに探すことは意味があるのです。トリトン。トリトンは極寒の、けれども素晴らしい土地です。そして海王星の最大の衛星です。どれほど大きいのかといえば、海王星の軌道上にある輪や他の13衛星を合わせた質量の 99.5% がトリトンの重さなのです。
2710km の直径を持つトリトンは、太陽系のすべての天体で16番目に大きい天体です。明らかに飛び抜けた天体であり、生命探査の観点、あるいは少なくとも植民地として考えるなら非常に興味深い星でしょう。トリトンの近くの 55% は窒素の氷、15-35% は水素の氷、そして10-20% はドライアイスです。何しろ極寒の地ですから、私たちが普通の気体の状態で慣れ親しんでいる物質は状態変化しているのです。この衛星表面の平均気温はおよそマイナス238度ですから、冥王星よりも寒いことになります。さらにアルベドが高いトリトンは差してくる太陽光の 60-95% を跳ね返し、この宇宙の片隅では得がたい貴重な熱を失っています。一体誰がどうしてこの厳しい凍てついた岩石に生命の奇跡を探そうなどと思いついたのでしょうか。けれどもここで有機物質の跡が見つかっている以上、その考えに根拠がないとは言えないのです。トリトン表面では太陽からの紫外線の作用により少量のメタンの氷などの物質がソリンに変化します。ソリンは生命の前段階の物質と考えられています。それほど発達して複雑化したものではないにしても、それでもなお宇宙を飛行する石ころと考えるよりは何か意味がありそうです。初期の地球に落下した水星のソリンが地球上の生命の誕生に寄与したと考える研究者もいます。ソリンは太陽系の多くの天体で見つかっています。土星の輪でも、また太陽系外ではケンタウルス座 HR4796A の原始惑星系円盤で見つかっています。つまりソリンは特異な物質でも奇有な物質でもないのですが、トリトンには何種類かのソリンがあるので、この衛星を一層注意して検討しなくてはならないのです。衛星の表面と大気。1989年にボイジャー2号が海王星付近を通過した時、この惑星最大の衛星にも関心が向けられ、トリトンの写真が何枚か撮られました。探査機はトリトン表面の約 40% を撮影し、トリトンはマッピングされていない太陽系の天体の中では最大であり続けています。トリトンには希薄な大気があり、太陽熱の作用ですぐに大気密度が大きくなります。ボイジャー2号が接近して以来、大気圧は4倍になりました。ただし、それでも地球の大気圧の2万分の1です。ここで人が歩くなら、人類がすでに経験している月面歩行のような感じでしょう。でもその寒さを考えると、心そそられるものではないでしょうね。けれども、最新の観測で、この冷たい世界が活気にあふれていることが分かりました。そばを飛行したボイジャー2号から見事なプルームを地表の 150km 先まで飛び散らせながら、数 km の高さに吹き上がる液体の噴流が観測されたのです。トリトンの形成し続ける氷の地殻と広く平らな地面は、この強力な間欠泉と核火山によるものです。想像してみてください。リバイア山という名の火山が水と多少のアンモニアを成分とする氷の溶岩流を噴出し、それが地表の湖に集まっていく様子を。だからこそトリトンは表面に氷結はしているものの、水を成分とする水域が見つかった唯一の天体とみなされているのです。ちょっと待って。ところで水が地表にほとばしり出ているなら、液体の水がどこかにあるのでしょうか。研究者たちの予測によれば、トリトン内部には岩石と金属からなる核があり、その周りを取り巻くように水のマントルがあります。この星の氷の近くの下には、大変な力持ちの水の地下界が広がっていて、強大な力で地上に間欠泉を吹き出し、そこには有機物である可能性を秘めた未知の物質が含まれているかもしれないのです。そのような海があるとしたら、そこに生物が生息している可能性は大いにあります。それというのも、ここ地球上にも摂氏マイナス20度の条件で何の問題もなく生き続ける高齢生物がいるからです。それに
摂氏マイナス196度で凍らせた後でもまだ生きている細胞もあります。例えば精子はこの課題を難なくクリアするでしょう。つまりトリトンでは何らかの生き物に出会うチャンスがあるということです。トリトンへ向かう挑戦。トリトンのより詳しい調査、それは天文学者たちが大きな関心を持って検討している課題です。NASA でもこの星に新しい宇宙探査機を送る構想がありましたが、実現の運びとはなりませんでした。そうですね。例えばトライデントミッションやネプチューンオデッセイミッションなどです。もしかしたら最初にここにたどり着くのは中国の探査機かもしれません。シェンソー計画の一環としてこの10年間に中国は2台の探査機を宇宙へ送ることを計画しています。そのうち1台は木星、海王星へと向かい、それからトリトンのそばを通り、さらにカイパーベルトへ向かう予定です。実際、それが実現するのは2038年とまだ先で、私たちが未知の衛星の謎解きから解放されるのは遠い未来のようです。さて、これで今回の動画はおしまいです。皆さん、ご視聴ありがとうございました。いつの日か人類がこの水の火山の国の調査に成功するよう願いましょう。そんなアイディアを気に入ってくださった方、そしてこの動画を楽しんでくださった方は、いいねと SNS での共有をお願いします。あなたのご協力で、このチャンネルがもっと良くなっていくことに、お礼を申し上げます。一緒に宇宙の秘密を学びましょう。そろそろお別れの時間になりました。皆さん、またすぐにお会いしましょう。さようなら。